では知事の定例会見を始めます。冒頭知事からお願いします。今日はですね、3点お伝えをいたします。まず昨日の地震でありますが、昨日の夜の10時41分ぐらい頃発生した最大の震度が5強。この地震で都内で、例えば水道が漏水をした、日暮里舎人ライナーの脱輪、それからターミナル駅での滞留などが発生いたしました。現在までこれ以外の被害などについての報告はありません。でこの地震によってですね、怪我をされた方々に心からお見舞いを申し上げます。水道の漏水ですけれども、昨日、発生後ですね、都の職員など迅速に対応してすで、に復旧をしております。それから駅前の滞留者については、地元の区の方に一時滞在施設がありますけれども、そちらの開設も依頼をし速やかに対応をされたということで、あります。それから日暮里舎人ライナーですけれども、日暮里駅から見沼台親水公園、という駅がありますが、そちらに向かう1編成の先頭の3両が脱輪をしたというものであります。現在脱輪した車両の収容、そして地上設備のですね、点検補修を進めているところであります。でその損傷の状況を確認することによって、どれぐらい復旧に時間を要するのかという確認をしますが、現時点では数日要するということも想定されながら、その間の代替輸送の確保に努めているところであります。で今日も会議で気象庁の方が来ていただきました。でその際、これから1週間程度の間にですね、同等の地震が発生する恐れがあるという情報でありました。で都民の皆様方には引き続きご注意をいただくこと、それからご自宅でのですね、備蓄の状況や、また改めて、なんていうんですか、つっかえ棒っていう本棚とか、そういった家具などが倒れてこないような、そういう防災用品、手軽に手に入ると思いますので、改めてね、ご自宅も確認をしていただきたい。これは地震の場合はいつ何時起こるか分かりませんので、例えば職場などもよく点検していただきたい。それから避難所までの経路ですね、それから家族間で、この連絡をどう取るのかといったことも改めて、この機会に確認をしていただきたいと思います。いつも申し上げているように、備えを常にということで、あります。続いて、コロナに関係しての私からの報告で、あります。まずリバウンド、10月1日からですね、リバウンド防止措置期間に、入りました。でそれから1週間が経っております。感染状況、医療提供体制についてはですね、先週から1段階下がって、それぞれ黄色とオレンジ色となったわけであります。で昨日の専門モニタリング会議でもありましたが、先生方から通常の医療の制限を段階的に解除しながら、コロナ医療と通常医療の両立を図る必要があるというコメントをいただいております。でこうした状況やご指摘も踏まえて、医療提供体制についてはコロナ以外の通常医療を確保しながら、感染状況に応じて機動的に対応できる体制を確保することといたしております。で、今、幸い、この現在のような感染収束フェーズにあるわけですけれども、こちらのスライドに示しておりますように、新規の陽性者数であったり増加比に沿ってですね、医療体制の医療提供体制のレベルをまた段階的に引き下げることも
あります。で今回レベル3、確保病床は6651床ですけれども、レベル1、確保病床4000床に、引き下げるということにいたしました。そして各地に設けております酸素医療提供ステーションなどですけれども、これらも地域バランスやその機能などを踏まえた規模としてまいります。それから感染、逆にですね、また感染が再拡大をするといった際にはですね、それらの拡大の動向をしっかりと捉まえながら、先手先手で必要な病床数を確保していくことは重要です。でそのために新規陽性者数、増加比の指標、その他入院病床や重症者用の病床の使用状況がどうなっているのか、また専門家の意見も必要です。でこれらを踏まえまして、感染状況に応じた病床数の確保に万全を期してまいります。それからワクチンですが、10月の6日時点のワクチン接種状況は、12歳以上の都民で1回目の接種を終えた方が 76.0% になりました。2回目の接種を終えた方も 67.0% ということであります。で都が設けております大規模接種会場、あちこちありますけれども、今回予約なしでのワクチン接種を実施をすることといたしました。渋谷の NHK フレンドシップシアターのワクチン接種会場、それから東京駅の地下でありますけれども、行幸地下センターにおいて予約なしでワクチンが受けられます。これは明日以降、午後2時、14時から7時、19時の時間帯に、予約なしでも接種が受けられる、ワクチンが受けられるようになりますので、ご利用いただきたいと存じます。また、現在後楽園ですね、東京ドームで、ごく合同のワクチン接種会場が設けられておりますが、その一部を活用しまして、10月の18日からワクチン接種を行うことといたしました。で接種対象ですけれども、12歳以上の都内に在住在勤在学しておられる方で、あります。で引き続きですね、このワクチンの接種をさらに推進をしてまいります。それから保健所の支援強化についてであります。今後の感染の再拡大に備えまして、保健所の体制の強化のために積極的疫学調査などを担うトレーサー班の増員をいたします。で今回新たに助産師を募集するもので、保健所における妊産婦への支援の強化になります。で保健師、看護師をはじめとした会計年度任用職員、現在はですね114名配置をいたしておりますけれども、今回この保健師や看護師さんなどを20名、程度増員するほか、新たに助産師さんを5名、程度採用をいたします。今日から早速募集を開始いたしますので、それによって11月1日付の採用を予定をいたしております。で資格をお持ちの方はですね、ぜひ、お力をお貸しいただきたいと思います。よろしくお願いします。さて現在の新規陽性者数でありますけれども、減少傾向にあります。これもですね、それぞれの皆さんワクチンを打ったり、それから基本的なこの感染防止対策を進めていただいたり、事業者の皆さんもそれらに気をつけていただいたりということでございますが、一方でですね、感染症が流行しやすい冬に備えなければなりません。よってここで手を緩めることなく、さらにコロナを抑え込むということが重要になると
感染しない、感染させないというための行動についてはですね、あ、今日も減ったねということじゃなくて、引き続きここはですね、抑えどころでありますから継続をお願いを申し上げます。でその一助となるのが前回からずっとお知らせしているこの青いステッカーであります。で都が飲食店などを訪問を実際にしまして感染防止対策を徹底しているということを確認した証と言えます。で今回ですね、この方大食いアイドルの萌えのあずきさんという方なんですが、この彼女の ご出演で、ステッカーを紹介する動画を作成いたしました。ちょっとご覧いただきます。青いステッカー、こちらがコロナ対策を東京都が現地確認したお店。お食事中以外はマスクをお願いします。これなら安心、お食事は青いステッカーのお店です。ということで元気なアシストをいただきました。でこの動画の方は今日から東京動画に掲載をいたしますし、また SNS、テレビのコマーシャルなどでも今後発信をして、まいります。でお店を利用される際は大声での会話とか長時間の飲酒などを控えいただいて、お食事中以外はこのマスクの着用を徹底をお願いを申し上げます。でコロナ対策リーダーそれぞれのお店に一人一人また複数いますのでおられますので、その方がお声掛けをします。お客様ご協力くださいといったような形で、安心な空間づくりのためにも一番ポイントは利用者の皆さんのご協力ということになります。よろしくお願いをいたします。また今はリバウンドを防ぐための重要な期間であります。で感染防止のためにはいつも言っておりますけれども、手洗い、手指消毒、こまめな換気、基本的な対策、これを継続することであります。で改めて日々の行動を振り返りながら、この基本を抑えた取り組みの徹底を改めてお願いを申し上げます。3点目ですが、高齢者向けのですね、スマホの利用普及啓発事業、こちらの方を開始をいたします。今やデジタルサービスをですね、スマートフォンで利用するっていうのはもう当たり前になっております。都におきましてもイベント情報や防災情報の発信など、さまざまな行政サービスのデジタル化を加速させているところです。でそのためにいやスマートフォンはよくわからないとか触ったこともないとか、そのスマートフォンに不慣れな方、このシニアの方々を対象にしまして、日常の困りごとを解決する相談会など都内の各所で実施をいたします。でこの事業のキックオフですけれども、政府の方でですね、デジタルの日っていうのを定めてるんですね。10月10日、そして11日、10と11ですね、10月10日、そして11日、日月になります。この2日間、この相談会を行うというものです。で商店街やショッピングモールなど身近な場所を会場しまして、延べ34カ所、そしてこちらの方はもちろんコロナ対策も徹底して開催をいたします。で一斉相談会はですね、通信事業者やスマホのメーカーの方や、また日頃からシニアの方々にスマホを教えていらっしゃる NPO 団体があるんですね。そういった方々に相談員にとして参加いただくなど、まさに官民両連携しての実施ということになります。これ予約いりません。地元の広報誌などでどこでやっているかっていうのが確認できるかと思いますので、ぜひ気軽に立ち寄っていただきたいと。で、このイベントを皮切りにしまして、今年度中にこの相談会ですね、約200回、実施をいたします。また楽しみながら体験をして学ぶ教室形式の体験会については約750回都内各所で実施をいたします。
また参加した方でご希望があればスマホの貸し出しも行うということで、こうした機会を通じてぜひスマホの便利さも知っていただきたいということであります。それから今日はですね、もう一つ特別な情報というかお知らせがありますので、3項目プラス1ということで、パンダの名前です。はい、6月23日に生まれたんですね、上野動物園の双子のパンダ、生後107日を迎えました。で、元気にすくすく可愛く育っています。で、まずはちょっと最近の様子を動画でご覧いただきたいと思います。どうぞ。可愛いですよね、本当に。で、2頭とも体重はね、あっという間に6キロを超えてるんですね。で、それから少しずつ、なんか、もう1回ぐらい流したらどうですかね、少しずつこの歯も生えてきているんですね。で、この双子ちゃんの名前を募集しました。8月7日から20日まで募集をしまして、合計で19万件を超える応募をいただきました。で、皆さんの思いのこもった名前を考えていただいて、感謝申し上げます。で、応募件数の多かった上位の名前の候補から、外部の有識者のを含みます名前候補選考委員会、この審議を経た上でこの度名前が決定をいたしました。それでは皆様お待ちかねの名前を発表します。まずオスの名前の方からですが、シャオシャオ、赤つシャオシャオ、この名前は夜明けの光が差して明るくなっていくということを表しています。メスの方はレイレイであります。で、この名前の方はつぼみから美しい花が咲いて未来へとつながっていくということを表していると。シャオシャオとレイレイの組み合わせというのは、明るい夜明けから未来へつながるといったような意味もありまして、とてもこうなんていうんでしょうか、明るい名前に、なるのではないかと、とてもいい名前ではないかと思います。で、今もうおよそ生後6ヶ月となる、あ、ごめんなさい、およそ生後6ヶ月になるのが来年の1月ですね。その頃にはですね、お母さんシンシンですねと一緒に上野動恩賜動物園の西園のパンダの森という新しいところがありますけれども、こちらの方で皆さんにお披露目できればと考えております。具体的な時期については改めてお知らせをいたします。シャオシャオとレイレイ、この可愛い双子のパンダに会える日、もうしばらくの間お待ちいただければと思います。で、この詳しいことにつきましてはこの後上野動物園の方からもお伝えをいたします。ということで、今日は3プラス1でお伝えをいたしました。ありがとうございます。10月感謝の東京 MX の白井と申します。知事に3問質問あります。まず1点目がこちらのパンダのお話なんですけれども、昨今のコロナ禍の中、久しぶりの明るいニュースかなというところもあるんですけれども、この、2頭の名前について、小池知事が最初に聞いて受けた印象はいかがだったでしょうか。そうですね、漢字で見れば余計何かこう明るさと言いましょうか、それからつぼみという言葉が2つ重なって、名前レイレイという、やはり漢字で見ると余計この何て言うでしょうかね、明るさというのが伝わってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。で、2問目なんですけれども、地震について伺わせてください。今回の地震で日暮里トレインライナーの運転の、見直しでしたり、水道管の漏水の被害などありましたが、実は今回の地震を受けて東京都の、
まあ、地震の災害に対するこのウィークポイントであったり、課題をどのようなものがあるとお考えでしょうか。はい、東日本大震災以来の5を超える震度5を超える、地震ではありましたが、まあ、水道の漏水、日暮里舎人ライナーの脱輪、それからターミナル駅で帰宅できない方の滞留というような、実際に課題といいましょうか、問題が生じました。ただ幸いにして大きな被害には至らなかったということかと思います。で、水道などもですね、いち早く、この空気弁の調節などで問題解決ということでありましたし、現場を支える力というのはまた改めて、すごいものがあると、強靭なものがあるというふうに逆に感じたところです。まあ、社会生活を支えるインフラに甚大な被害が出た場合にはですね、非常に多くの方々に長期間にわたって大きな影響を及ぼすことになるわけでございますが、まあ、そういった場合もですね、自助、共助、公助とそれらを組み合わせて、そしてお互いにこのしっかり対応するということは改めて必要だなということを感じたところであります。改めて先ほども申し上げましたように、この家具が倒れないようにとか、それから水の確保であるとか、それから地域住民や帰宅困難者などへの支援など、改めて見直しをお願いをしたいと思います。まあ、昨日というか今は、まあ、季節がですね、穏やかであるということから、これが冬の寒い季節だったら皆さんタクシー待ちなども大変だったと思いますし、またある意味、現在もリバウンド防止期間ということで、飲食店もですね、時短をお願いしているということで、時間的にもですね、微妙に、その辺の帰宅困難者を抑えている部分もあるのではないかと思います。それから朝も交通機関の運行の関係で大変な行列ができて、皆さんソーシャルディスタンス取りながら列を作ってらしたわけですけれど、改めて BCP ですね、どういった時に早出の人と午後出の人と、それらは逆に来た分散をさせるということをですね、それぞれの組織、企業やなどですね、そういったところで改めて確認しておくことが結果として皆さんのエネルギーを大切に守るということにつながるのではないかな、改めて今回の地震で確認ができればと思います。また気象庁の方がおっしゃっているように、これがまた1週間程度の間にまた起こりかねないということをおっしゃってました。よってこの間に改めてそういった点検をしていただければというふうに思います。はい、ありがとうございます。では最後の質問です。リバウンド防止期間についてお伺いします。昨日モニタリング会議で、感染状況と医療提供体制、どちらも警戒レベルが引き下げられましたが、リバウンド防止措置期間の発表の際にですね、感染状況によっては期間の終了の前であっても、措置の緩和をすることがあるとしていましたが、現時点で措置を緩和するお考えがあるか聞かせてください。はい、昨日のモニタリング会議でもいくつか専門家の方々から、先生方からも、またこれまでもいろんなアドバイスいただいております。ポイントは今のうちにコロナをさらに抑え込んで新規陽性者数を減らすことが一つ、それから重症の患者数ですけれども徐々に下がっております。ちょっとまた戻ったりしますが、それからその現状はですね、その重症になった方がですね、
例えば人工呼吸からの離脱など少し時間がかかっているんですね。ということはその分医療現場の負担がですね長期化しているということになります。それらのことも勘案しての判断が必要になってくるかと思います。ただワクチンの接種がですねこのところの数字を見ましても大変東京都で64歳以下 の接種率については非常に進んできて、今日も予約なしの、ワクチン接種についてお伝えをしました。希望される方も各所、この都のホームページなどで、ワクチン接種会場などお知らせをしておりますし、それぞれお住まいの自治体でも引き続き、ワクチン接種を行っておられますので、ぜひ希望される方はお早めに打っていただければと、このように思います。これらのことを総合的に進めることがそのリバウンド防止期間の実効性を、この間の措置の実効性を高めることになるかと思います。基本的には総合的な判断ということになるかと思います。はい、ありがとうございます。では代表からの質問以上です。知事から指名のあった方は会社名と名前をおっしゃってからご質問ください。日本放送の宮崎です。よろしくお願いします。先ほどの幹事社の質問にも関連するんですけれども、昨日の地震についての、帰宅困難者の対策なんですが、私たちの取材でもですね、駅構内で大勢の方が滞留したり、また一夜を駅構内で明かしたり、それから路上飲みをしてたむろしている人たちなんていうのも、たくさん見受けられました。今回東京都の方の総合防災部のツイッターなどでもその一時滞在施設についての情報発信などされてはいたんですが、こういった施設があったのを知らなかったという人も多くてですね、こういった必要な人に必要な情報を届けるといった対策というのが今後検証の余地もあるのかなというふうに思うんですが、そのあたり知事はどのように考えていらっしゃいますでしょうか。はい、さまざまな方法で発信もしているかと思いますが、より到達する発信方法についても考えていきたいと思います。一方でこの東京都帰宅困難者対策条例というのも作られております。無理をして帰らないとかですね、お家に帰らないとか、その帰宅をですね、むしろ帰ることが全てではなくて、そこをちょっと待って会社に戻るとかですね、そういった抑制策などもこの条例ですでに定めているところですので、改めてそれぞれの組織の方々もそういう体制についての見直しや、またそれぞれの例えば会社でもって食料とかそういった備品、防災の備品なども備えることにもなっておりますので、それらをこの際確認をしていただければ、またそういうことになっているんだということを改めて皆さん確認をしていただきたいと思います。 BCP ということはもう何度も申し上げているわけでありますので、これを機にですね、私どもの発信の強化と、それから実際にそれぞれの行動をどうす、こういう時にはどうするのかということをよくお互いに理解をしていくということが必要なんだと、そのように考えております。読売新聞社の菅原です。よろしくお願いします。先ほど知事からもですね、感染症が流行しやすい冬にかけてコロナを抑え込むことが重要だとのお話もありましたけれども、専門家からはこれから冬にかけて新型コロナだけではなくインフルエンザとの同時流行を懸念する声も上がっています。知事のお考えや今後の対策などがあれば伺わせてください。はい、そろそろインフルエンザの接種、ワクチンの接種も始まっているかと思います。インフルエン去年はですね、というか前のシーズンはですね、インフルエンザが、いつもの1000分の1に減ったんですね。
驚くべき状況になったと思います。確か60何件ぐらいで、感染者数がで毎年6万人とか10万人とかの単位で出るんですが、あの定点観測ですけれども、これは、それがですね、去年というか昨シーズンは60何人という本当に 目を疑うような、そういう数字でありました。逆にですね、このかからなかった分今度かかりやすいんじゃないかとかっていう専門家の声もあります。そういった意味でワクチンそのものは例年並みの量は確保されていると聞いておりますので、こちらの方もですね、備えて、いただきたいと思います。罹患した場合に重症化するリスクが高いのはやはりこれも高齢者ですので、積極的に接種を受けていただければ、ワクチンとワクチンのコロナのワクチンとの合間みたいなことになるのではないかと思います。よって備えていただきたいと思っております、両方。はい、2つ教えてください。1つ目が今の防災の件なんですが、東京都は東京防災という本以外に女性向けの東京防災というのを作っていて、今回の特に夜中のこういうああいう遅い時間帯に地震大きい地震が発生した場合に女性向け東京防災で特にこういうところを活用した方がいいんじゃないかというところをお伺いしたいのと、もう1点が連合の会長に初めて女性が選出されました、はい、なかなか女性があまり会長になる組織というイメージがない組織だったと思うんですが、改めましてそういった女性の会長が生まれたということについての受け止めもお願いします。はい、いいご指摘です。黄色い表紙の東京防災はさまざま防災対策が盛られている、このブックレットになっております。ぜひ改めてこの際確認していただければと思いますし、ピンクの表紙の方は女性や子どもさん向けになっています。改めてこのピンクの女性を中心にした防災対策、これを改めて確認していただければと思います。乳児用の液体ミルクなどもですね、防災用品にも加わっておりますので、これらについてもご自宅での備えや、また備品としての備えをしっかりとしていく必要があると思っております。それから連合ですけれども、先ほどの先日の定期大会で初めて吉野さんっていう、その女性が会長になったということを私はまず大変嬉しく思っています。働く女性の思いをですね、やはりこの組合の方全体の組織ですから、全国組織ですから、そこにトップとして届けられるっていうのは非常に大きな意味があると思います。これから女性のが働くということに対しての働き方改革から、それからさまざまな賃金の格差であったり、そういったことをですね、とにかくトップになられたわけですから、そういう意味で女性全体のガラスの天井を破っていただければというふうに思って、大変期待をいたしております。帰宅困難者、はい、新宿新聞の木田です。先ほど知事の方でも意味軸もね、これが冬の寒い時だったらどうなるのかなということがね、提起されましたけれども、まさに、その気候のいい時ばっかりではないです。地震が来ますが、その時にですね、駅に向かって、まあ皆さんが歩いていくわけですけれども、駅の周辺のですね、超高層ビルなり高層ビルなりにですね、広いみんなロビー階っていうのがあるんですよね。玄関口ですね。そういう場所をですね、避難場所として、
一時避難場所として活用できないかということを、まあ、考えていらっしゃらないのかどうか、私はいつも疑問に思っております。ぜひその辺の活用の案をですね、具体的にお見せしていただければなと思いますけれども、そのことについてはどうお感じになってますでしょうか。はい、これは以前から一時滞在施設の確保ということで課題としてさまざま取り組んできております。今回はですね、一時滞在場所として、足立とか港区が3カ所ほど小学校などを開放してそこにとどまられて夜を過ごされたと思います。そして都立の施設につきましてもこれもですね有効に活用するということで、それぞれの自治体との連携ということも必要になってきます。それから今ありましたように民間の施設につきましてもですね、公的な施設だけでなく民間事業者に一時滞在施設の確保の協力も求めているところであります。それぞれ企業によって、その建物によってご協力をいただいている、その輪が広がっているというふうに考えております。92万人という、まあ、東京都の予測で帰宅困難者があふれるということが予測されているわけですけれども、今現在ですね、聞くところによりますと、都庁の方で、東京都の方では、44万5千人分の備蓄が用意されているというふうな話を聞いております。この対策がですね、なかなか進まない、オリンピックの前からもまあ、これ言われてたんですが、なかなか進んでないように思うんですが、何が原因だというふうに思いますでしょうか。まあ、こういう防災対策というのはまさしく自助、共助、公助といった連携が必要だというふうに思います。ご指摘のように一時滞在施設についてはですね、まあ、45万人分の約45万人分の施設等がですね確保されているところです。で、さらなる確保を進めていくためにさっきの民間事業者の協力、それから備蓄品の購入費用に対する補助、そして一時滞在施設運営の懸念の払拭のためのアドバイザーの派遣など行っているところであります。それぞれの施設の確保を進めると同時にですね、さっき申し上げたように、うちに帰らなくちゃ家族が大丈夫かしらという気持ちは分かりますけれども、無理無理帰ることがこれによる交通、大体そういう時は交通機関も止まる可能性もあるわけですから、むしろ時と場によりますけれども、そういうふうに企業、会社に戻るとかですね、職場に戻るというような判断をされるというのも一つ案だと思います。さまざまな施設を有効利用活用をしていくことで皆さん、都民の皆さんの安全と安心の確保につながるというふうに考えております。お答えありがとうございます。一つだけ、もう一つだけですね、民間の超高層ビルのロビー会というものについて避難施設として考えられないものなんでしょうか。いや、今だからお答えした通りであります。民間の方々のご協力を得やすくするためのさまざまな工夫もしておりますし、まあ、それぞれ企業についても社会的な存在としてのご協力を得られればというふうに考えております。以上です。